Hello my precious friends My name is Dr. Kaz 木下面白い英語塾担当の木下ですよろしくお願いします今日は次のような内容で学んでいきたいと思います最初に小野さんと大野さんどちらが呼ばれているのと戸惑う話 <coughs> それから次は野球用語でですねデッドボールとなりますけれどもデッドボールが 体に当たることはないっていう話です、ね、で、次は、えー、聖書の聖句の英語の学びですけども今日はヨハネの福音書第一ヨハネの5章13節の聖句を引用して学んでみたいと思います。それからまたちょっと発音の話になりますけども英語の「W」の発音ですね。 これが意外と日本人が違って発音してしまうということで最後のテーマはまたこれ野球に関わるんですけども、えー、球を打ってですねゴロゴロ転がっていく「まあ、ゴロ」っていうのがありますけども「あれ」って英語なのか日本語なのかというお話をしたいと思います。 日本人は英語が苦手だという言葉をよく聞くと思いますけれども、まあ、た確かにそういう面もあるかもしれませんけれども日本人が英語を話す時にいろいろ苦労する点がありますけれどもそれと同じように英語を話す人たちが日本語を話す時にそれと逆の困難な面というのがあるんですね。ですかららどちらの 言葉を話す人が有利なのか不利なのかっていうのは実はないんですねで、えー、今日はですねアメリカ人が日本語を話すときに発音に非常に困ってしまうということをちょっとお話したいと思いますで、あるオフィスに2人の人物がいたとしますねまあ、大勢の人物がいますけどそのうちの2人の名前名字が1人は 大大野野野さん大きい野原の野ですね大野さんそれからもう一人は小野さん小さな野原の野この二人が同じオフィスに働いてたとしますねそこにアメリカ人のスタッフも一緒に働いててそのアメリカ人スタッフがそのうちのどちらかを呼ぼうとしますね小野さんか大野さん。で彼は何ていうか 小野さんを呼ぶ場合も大野さんを呼ぶ場合も「大野さん」になっちゃうんですね「ちょちょ大野さん」って言ったら「大野さん」は振り返るけども「小野さん」を振り返りません,んですよね普通で「小野さん」を呼びたい時「オーノさんちょっといいですか?」って言ったら「小野さんじゃなくて」 大野さんが来てしまいまいす、ね、でこれアメリカ人にとってですね非常に難しいんですよね特に「おノっていう発音が難しいですねどうしても最初の「お」のところにアクセントがついて強くなっちゃうんですねで「おの」さんは日本でも「お」の方が声が高く「おーの」となりますからそこに自然的にアクセントがつきますけど日本語では「おーの」 おが低くて脳が上がります。ょとょうどおのさんって言うんですけれども。アメリカ人はその、やっぱり最初のおにアクセスすいちゃいますよ。おんノさん。え、どういう問題が起こるか。英語では。おおっていう長い。発音がないんですね。で、おっていう発音に。だーんって力を加えると。 無意識的に英語で話す英語を話す人であればそれが誰であっても関係なく無意識的に「お」って長くならないで「お」が「う」に変化しちゃいますね。で強く発音すると長くなるんですね。強く発音するとは自然的に長くなるんですけども長くなる時に「お」が「う」に変化してしまいます。ですから「おーさん」大きい方の「大野さん」ですね。 言うときもおにアクセントつきますからおうのさんになりますねおうのさんそうすると日本語のおうのさんとちょっと似てますから問題はちょっと少ないんですけども小さい方のおのさん小さいのその名前言うときもおにはアクセントつけちゃうもんですからおうって言って長くなって長くなるとおうがうに変化しちゃうんですねおうのさんそうするとおのさんもおうのさんも全く 全く同じ発音になっちゃうんですねで英語を話す人に「この人は小野さんですよこの人は大野さんですよちゃんと区別して発音してくださいね」っていうのは非常に難しい課題になっちゃうんですね。まあ、それをうまく発音をあの仕分けることができるアメリカ人なんかもいますけども普通のアメリカ人は非常に難しいんですね。で私が体験した ことなんですけども、あるアメリカ人が日本語で講義をするの授業を受けたことなんですね。で、その中で彼は一生懸命ですね、お葬式の話してんですね、お葬式、葬式、葬式ってお葬式の話してんですよ。けどね、お葬式の話にしては内容が変なんですね。全然お葬式と関係ない話をしているのに、言葉では。 組組織組織って言ってるんですよねよく考えたら彼の話しているテーマは組織ですね何々の組織学校の組織会社の組織しく仕組みですねその組織のことを話してたんですけどもさっきと同じ問題が起こって「層」が強くなっちゃいますからそこにアクセントをつきますと長くなるんですけど長くなった時「お」が「う」に変化しちゃいますね。ですから組織の話にしても 葬式今私は葬式の話をし,しています。葬式はとても大切ですってなっちゃうんですね。お葬式の話をしててもこれから私は葬式に行きますっなっちゃうんですね。これはもうアメリカにとってなかなか克服できない問題ですね。でお父さんって言えるいんですね。お父さん。お,うお父さん。 どうですかっていうのも難しいんですね。どうですかどうですか?。そうですかってなんないん、ですそうですかになっちゃうんですね。で、東京ってなかなか言えないんですね。東のところ強くなっちゃいますね。東京。とうおうなっちゃうんですね。東京。おそばを食べましょうって言えないんですね。そば。そばが食べたいってなっちゃうんです。でこれは、まあ、英語話す人って、とっては気の毒な話なんですけども。 けれども、日本人が英語を話すときですね、その逆をやってしまうんですね。で英語では、おのところにアクセントつけと、何かでうに変化しますよ。おう、おう。けれども、日本の人たちが英語を話すときに、おうとなるべきところを、おうって伸ばしちゃうんですね。おう。例えば、月の名前。 で10月は多くの日本人は「オクトーバー」って言いますオクトーバー」「トー」のところにもアクセントがあるんですねですから英語を話す人であれば「トー」なんですね「オクトーバー」「アクトーバー」全く逆の現象ですねで日本人が「私は知りません」と言いたいときに多くの人が「 I don't know ってやりますね。I don't know どうをってなくして、の w 知ってるののを、おをってのも、I don't know ってやっちゃうんですね。けれども、英語の発音のルールですと、don't ををのところにアクセントをつけると、をがうに変化しますね。don't 知ってるのののは、のじゃなくて、 のおのところにアクセントをつける、no、英語では I don't know じゃなくて I don't know になりますね。I know. そして家に帰りましょうという英語ですね。多くの日本人は Let's go home と言いますね。Let's go home。なんとなく正しい発音に聞こえますけれどもこれは英語の発音ではないですね。go は go のところにアクセントをつけると o が U に変化しますから Go ホームじゃなくて本のとこにバンアクセントをつけると「O が「U に変化して「ホーム」ですね。ですから「家に帰りましょう」は「Let's Let's home Let go レッツ・ o ー・ホーム」。でこれは日本人にとっても克服しなければならない発音の問題であり例えばアメリカ人が日本語を話す時も逆の,の現象で同じ問題に直面するということですけども。 この原理が分かればこれから英語を話す時ですね正しい発音で英語を話すことができるようになると思います。ここで話をちょっと野球のテーマに移したいんですけども野球でピッチャーが投げた球がですね打者のどっかにバット以外のですね体のどっかに当たると デッドボールと言いますでしょ。デッドボールを受けた,受けたとか言いますね。でデッドボールを受けると、その打者は何もしないで一塁に行けます。無条件で一塁に行って一塁に打つ二塁に進むとかですね。まあそういうルールになってますから、ピッチャーにとっては非常にまあ大変なことですね。打者の体に球をぶつけてはいけないわけですね。で故意にぶつけたらもう乱闘騒ぎになっちゃうんですけどね。 まあ声じゃなくてもですね時々球が打者に当たって大変なことに怪我したりする場合もあるんですけどねけれどもデッドボールは英語では「デッドボール」ですねデッドボールデッドボールというのは文字通りどういう意味でしょうかね「デッド」は「死んだ」ですね「死んでいる」「ボール」「球」ですね「死んでる」「日本でも死球」とか言いますから「死んだ球」 あれなんで死んだ球って言うんでしょうかね「デッド・ボール」死んだ球が飛んできて人に当たるんですかねそうじゃないんですねあれ「デッド・ボール」って英語で言う時はボールが,のが生きてる時はあの野球がプレイされてる時なんですよねでボールが死んだ時は全部ストップする何もできない だから野球ではデッドボールになる時ってたくさんあるんですね。ファウルを打った時はあのその球をキャッチしない限りあのあり選手たちは次何もできませんねまたピッチャーが投げるまで何もできない。だからファウルしたあのボールもデッドボールなんですね。でその 状態ではもう次何もできませんよ野球何のプレイもできませんよという状態になった球をデッドボールというんですねで厳密に言うとピッチャーが球を投げて打者に当たった後デッドボールなんですねその球がデッドボールになるですからその球にはもう有効性がないので誰もプレイできないルールとして打者は妨げられることなく 一塁に行くことができて一塁走者は何の邪魔されることもなく二塁に行きますねその時三類にいた走者は誰も何も邪魔されないまんまホームに行って点を取ることできますねそのように他の守っているチームは何もすることができないすなわち球が死んだ状態であるということなんですねですからデッドボールは体に当たらないんですね 体に当たったあとその球がデッドボールなんですね。それを日本では間違って使っている人が多いですね。じゃあ日本でいうデッ,デッドボールですね。英語では何というか当たるバットで当てる時もヒットですね。ヒットっていうのはブーツとか当たるとか当てるとかそういう意味ですね。ですから。 日本でいうデッドボールは英語ではヒットバイアッピッチピッチというは投球ってことですね投球によって当てられた状態ヒットバイアッピッチって言うんですねあの球がピッチャーから投げられた球が体のどっかに当たるのを h ッ t バイア p ピッチって言いますそれはデッドボールではないんですその時点ではまだデッドボールではない当たったっ瞬間 デッドボールになるって言うのは英語の正しい使い方です。わかりましたでしょうか。まあ、野球用語ではかなりこういう。ちょっと間違って使われている言葉があるんですけどね。今はこのデッドボールだけに留めておきたいと思います。今日の聖書の学びはですね。第一ヨハネの五章十三節。 I write these things to you who believe in the name of the Son of God. 私は神の子の皆を信じるあなた方にこれらのことを書きますと。で、これらのことを書きますですから内容がまだここでは表現されてないので実際何のことをここで言ってるのかっていうのはここだ前後関係読まないとこれらのことって何のかわからないんですけども一応こういう まあ、聖句がありますので、その、その聖句から英語をちょっと見ていきたいと思います。もう一回読んでいますね。I write these things to you who believe in the name of the son of god。で、ここでですね。あの。ちょっと二点だけ、えー、お話したいことがありますけれども、以前にもお話した内容、同じ内容なんですけれども。普通。 固有名詞は。大文字で始まりますね。文章の始めでも中間でも。終わりでも。固有名詞は。大文字で始まります。で、固有普通名詞っていうのは。文章の。先頭の時だけは。大文字になりますけれども。文章。の中とか終わり。それ以外のところでは。普通名詞は。小文字で始まります。で、この成功を見ますと。二つの。 単語がです、ね、大もす一つは son, s「son」N, 息子「son」「息子」「子供息子」って言ったら普通は「he's my son」「彼は私の息子です」って言った時は小文字の「s」で始まるんですね。けどもここでは大文字の「s」で始まってますね。でその後に「son of God、G」o「god」「神」ですね。 普通名詞だったら G が小文字なんですけどもここでは大文字で始まっています。で普通名詞なのに大文字で始める場合は何か特定なものを表しますね。で「三息子子供」って言ったきにこれはイエスキリスト神の御子イエスキリスト神の御子っていうのは一人しかいない他に誰もいない。 でその御子を指すときは S は大文字なんですねですから英語 S が大文字の場合はイエス「Yes キリスト」のことを指しますそしてこの God の「G」o、G が大文字の場合は創造者なる神を表しますねで小文字の場合はいや偶像の神その,その他もろもろの神を指すときは小文字の「G」で始まりますこれが一つのまあポイントです それからあの「believe in the name of God」「b e l i e v e 何々っていう時は「何々を信じる」っていうんですけれどもその「believe in」っていうともっと深い意味がありますねその信じそのの中に自分の身を置くという意味がありますね。ただ単に頭で信じるだけじゃなくて自分の存在全人格を持ってそこに自分を委ねるという感じが出てきます。 ですからただただ believe」と「in」がつくのとではちょっと重みが違う部分があります。でこの「生クをまたどのようにしたらこのセイ「生ク英語ができ,るできていくるんだろうということを学んでみたいと思います。これも4つのステップを踏むと簡単にそういう文章ができるようになるわけですけれども今の「生クで使われている2つの背景となる文章があります。 その文章からまず言っていますね。一つは、I write these things to them. 私はこれらのことを彼らに書き,書きます。優しい英語の文章ですね。中学校1年生でも分かれば優しい英語。I write these things to them. そしてもう一つはですね、You believe in the name of the Son of God. ああなた方は神の子のののののを信じまますす。という文章この2つの文章、章ここつが聖句の背景にありますではこの2つの文章がどのようにして発展してこの聖句になるかという4つのステップでちょっと見てみたいと思いますね。最初に「You believe in the name of the Son of God」あなたは神の子の 皆を信じますという英語の文章それそんな難しくないですね You believe in the name of the son of God この文章に You の後に Who WHO っていう単語を入れています You の後 You と Believe の後ですねあの前ですねその間に Who っていうこれ誰という意味じゃないんですけどね Who っていうその単語を入れたらどうなるか You who believe in the name of the Son of God そうするとですね、ちょっと意味が変わりますこの風を入れただけで神の皆を信じるあなた方という意味になっちゃうんですね神の御子を信じる神の子の皆を信じるあなた方って意味になりますけれどもこれは最初の文章が名詞になっちゃったっていうことですね名詞名詞っていうのは 他の文章の名詞と入れ替えて使うことができますよと本とか花とかそれと同じレベルで使うことができますですねそんな難しくありませんでしょう符を中に入れただけですで次の段階としてまた優しい英語ですけれども I write these things to them 私は彼らにこれらのことを書きますと I write these things to them 「Them」は彼らにですけどこ,こ,これは名詞なんですね名詞はでも「お」でも「に」でもそういう天皇が作る単語は全部名詞なんですよ <laughs> でこれが名詞であればさっき言った文章を名詞化させた表現すなわち「You who believe in the name of the Son of God」神のこの皆を信じるあなた方っていうそれを「Them」と入れ替えることができます そうするとどういう文章になるか私は神のこの皆を信じるあなた方にこれらのことを書きますという文章になるんですね。そんなに難しくありませんでしょう。最初ややこしいと思われたとしてもですねこのステップをよく練習すると今度はいきなりですね この「聖句」のような英語が言えるようにななりまますすす。ね。こここれが正確ににうういいいい文章を言える一つののの有効な方法ですので、でぜひ学んたただきたいと思いますでこの聖句に関してですねちょっとだけ、えー、発音的に、えー 考えてみたい単語がありますね。それは these これらのっていう these t h e s e の t h なんすんですね。それからその things ことから物 t h i n g s これは両方とも舌を少し出して上の歯の下のからこう出すような感じで上あの 歯でちょっと軽く押さえる感じで,で上の歯と下の,下の間から声を漏らしてですねあるいは声帯を使うと「ズ」になりますねで最初のは「ズ」は有声音声帯を使う音ですから「ズ」って声出して「ズ」ですね「ズ」その次はスイング「t h i もののスイングは「t h i は無声音声帯を使わない音ですから そして「ing」ですね「thing」「these things」「these things」これが正しく発音できるとより聞きやすい英語になりますね。この英語の th ですね「t というか「の発音を苦手としているのは日本人だけでないですね。ですからそんなに落胆する必要もありません。 例えばドイツ人なんかもこの th に発音ができないんですね。で例えば「あれは何ですか?」という英語があります What is that? that.」あ What is that?」これまあドイツ人のこう悪口を言うわけじゃないんですけどもドイツ人も日本人と同じようにですね英語の発音に苦労するんですけど「What is that?」ってっゃま What is that?」。 あの, TH の発音がまあできてないなんですねで英語で話す場合はやっぱり英語の発音がきれいに出た方がいい,出た方がい,いですからさっきの,の発音を十分身につけていただきたいと思います。それではこの聖句ですねヨハネの第一ヨハネの5章13節の聖句を真似してですね応用文を作ってみたいと思います。最初ははですね私は 誰か彼の住所を知っている人を探していますという英語これとっさに言いますか私は誰か彼の住所を知っている人を探しています I'm looking for someone who knows his address I'm looking his someone for who knows his address、ね、この文章も4つのステップを踏んで簡単に言うことができるようになります1つ目「someone knows his address」 誰か,誰かが彼の住所を知っています。s o m e one knows his address。この s o m e one とですね、knows の後にさっきのように who, who を入れますとどうなるんですか s o m e one who knows his address。そうすると、誰かが彼の住所を知っている人になります。これはやっぱり全体が名詞になりましたね。s o m e one who knows his address。3つ目、I'm looking for the answer. 私はその答えを探しています。The answer 答えというのは名詞なんですね。答え。は答えがあったか答えをとか、手入法がつけられるものは全部名詞と思えば簡単ですね。The answer のところの名詞にさっきの名詞化した表現を入れ替えることができますね。Someone who knows his address そうするとどうなるか。I am looking for someone who knows his address.I am looking for someone who knows his address. Who knows is 私は誰か彼の住所を知っている人を探していますという英語になります。これよろし,よろしいですかじゃあもう一つの応用文を作る練習をしてみましょうかね。私はあの国に住んだことのあるあなたに聞いているのですと。これ英語でとっさに言えますか言え,ま言えないかもしれませんね。英語では <coughs> I'm asking you who have lived h e r d I n t h am t country, I a asking you who have lived in that country. これも4つのステップで簡単に言えるようになりますね。一つ目 You have lived in that country. あなたはあの国に住んだことがあります。You country。have that lived in that country. ここのですね、You とう士の Have の間にさっきと同じように Who。 WHO を入れるとどうなるか。You who have lived in that country あの国に住んだことのあるあなたっていう意味になります。これで文章が名詞になっちゃったんですね。名詞化されました。名詞化されれば他の文章の名詞と入れ替えることができます。3つ目 I am asking am her 私は彼女に聞いているのです。I'm a asking her her は名詞,名詞ですね。 彼女に手にれをがつくやつは全部名詞。「her」は名詞です。するとさっきの名詞化した表現「you who have lived in that country」とそれを入れ替えることができます。入れ替えるとどうなるか。「I'm asking you who have lived in that country」「私はあの国に住んだことのあるあなたに聞いているのです」という英語の文章ができました。難しいですか ちゃんとステップを踏めば難しくないですね。やってるうちに慣れてきますね、えー。ここでもう一度発音の話に行きますけども、日本語には W の発音がありますでしょうか。W 英語の W。日本語で五十音ありますね五十音赤さたなとか。 さらに和とかありますよ。和を、うん。和行がありますね。あの和行っていうには W がついているんでしょうかね。多くの人は私を英語で書くときは W-A-T-A-S-H-I とか W 使いますでしょ。で、けれども 実際は日本語には英語の W の発音がないんです。「わっていうひらがな「和」ですね。「わは WA じゃないんですね。日本語の「わは WA じゃなくて UA って発音で「和」。「う」の後に「I 言うんですね。「わ」。それが日本語の「わですね。「わう」に「あ」わ。それを早く言うと。 日本語の和ですねわわわわか何回も言うとうわ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 わ,わですねうわうわわ,わを連続言うと和になりますわわわそれが日本語の和ですそこには英語の W の発音はありませんで、英語の W はどのように発音するかといいますと唇を通らせてすごく通らですねマイナーを突き出して絞り込んで小さな穴にして わっと引きを受け終ってパッと唇を引き込みますねわっわっわこれが W の発音なんですで和の場合はまだいいんですけども例えば材木木ですね W-O-O-D 日本には W の発音がないのでさっき言ったように U と A が和って言いましたねですから U の発音しかないので この燃やす木なんかを日本人はウッドと言いますねウッドこれは英語ではないですね英語では W で始まる言葉ですからウッドじゃなくてウッドウッドですねウッドじゃなくてウッドそして羊毛羊の毛で作ったものですね羊毛。日本ではウールと言いますでしょ W がありにもかかわらずなんでウールっていうかというと日本語の W は W じゃなくて U ですからねですからねですからウールっていうんですねウールって言ったら誰も分かってくれませんね英語では W がありますからウールじゃなくてウォルウウウルですねそして女性女の子女ですね日本ではウーマンっていいますよ。ウーマン 今でやっっぱりのの発発音音が抜けちゃってますねの発音ですねで英語では W がありますからウーマンじゃなくてウォメンウォメンもう一ついきましょうかオオカミオオカミのことを日本ではウルフって言いますよウルフこのウルフにはダブル発音が抜けてるんですねちゃんとしたダブル発音を入れるとどうなるかウォルフウォルフありますねでここの 特に「わ」の発音が日本人が本当はすごい非常に苦手としてるんですね。苦手としてると思ってない人もいるんですけども実際は通じない発音をしている人も多いですね。ですから「わ」「わ」「ウィ」「ウ」「ウェ」ウェ「ウォ」特に「わ」の発音に注意してこれからいあの言っていただきたいと思います。最後にのテーマとして また野球に関連した言葉なんですけれどもピッチャーが投げた球をバッターが打ちますねでホームランでもない高く上がって飛んでくるもない地面を転がっていくやつあれはゴロって言いましょうゴロ。といいうあのこと日本で使ってる言葉は 日本語でしょうか、それとも英語でしょうか。考えたことあります。ゴロ。多くの人は日本語だと思いますね。なぜか。玉がゴロゴロ。地面の上転がりながら。飛んでいくから。ゴロだというふうに。思ってない、思ってる人がいるんですけれども。あれは日本語じゃないんですね。ゴロゴロ転がるからゴロじゃなくて。英語では。 地面のことを ground って言いますね、ground、で地面を張っていくっていうのをグラウンドっていうんですねエルつけてグラウンドあの球が地面をはし張ってザーッていくからグラウンドっていうんですねああいう打った球が地面を転がっていくやつを英語ではグラウンドでグラウンドって発音として日本に来たはずなんですけども 野球関連の人がその発音を聞いたときにうまく聞き取れなくてグラウン e ーの「ダイヤ」が聞こえなくてですねグラウングラウンでグラウンはですねさらに聞き取りづらくててゴロに聞こえてしまったてグラウンはゴロそれで日本ではグラウン e ーのことをゴロというようになったんですおこれ面白いですね。 けれどもこれはまあ本当の話なんですではえ今日復習としてですねさっきえ覚えたあ聖句とですね2つの応用文章の発音の練習をしてみたいと思いますので私の後に従って後について言ってみてください <laughs>。まず第一ヨハネの五章の13節「I write these things to you」 Who believe in the name of the of Son of God believe name in。もう一回言いましょうかね。I write these things to you who believe in the name of the Son of God。これ英語にもリズムがありますから、ゆっくり言うときとまとめて言うところがありますね。それに注意して言うと英語らしく聞こえますね。もう一度言いますよ。 I write these things to you, who believe in the name of the Son of God。特に、of the Son of God というのは一つまとめて言いますね。それがまあ英語式で、name of the Son of God というと英語の響きとちょっとかけ離れた響きになっちゃいますね。で、先ほど応用の文章を二つ練習しましたけれども、そのうちの一つ目。 私は誰か彼の住所を知っている人を探していますという文章ですね。I am looking for someone who knows his address. I am looking his am address someone for who knows his address. 言えましたかもう一度言いますね。I am looking for someone who knows his address. そして2つ目の応用文ですね。私は

えー、今日学んだことを念頭に入れてですねこれから英語の学びを続けていきますと皆様の英語の実力も上がっていくと確信しております。Well then, come and join us again,、okay?